はい、こんばんは、ポップです。FX チャンネル、1月29日水曜日、本日も先進国通貨4ペア4通貨の解説から始めていきます。順番はいつも通り、米ドル円から始めまして、豪ドル円、ポンド円、そしてユーロドルの順番で解説をしていきます。それではまず、全体の相場感から解説をしていきましょう。 昨日のニューヨークマーケット、ニューヨークダウンに関しては100ドル以上上げるという形で、ね、一旦は相場の方が落ち着いたという状況でございました。その流れを引き継いだ東京マーケット、日経平均に関しましても反発ということで、ね、100円以上上げるということでこちらも、ね、ニューヨークマーケット同様、マーケットの方はだいぶ、ね、落ち着きを取り戻したかなというところで下げ止まっているという状況でございます。 そんな中でね、今回リスクオフの原因となりましたコロナウイルスに関しては、まだまだね感染が広が,る広がっているというところからですね、予断は許さないという状況ではございますが、マーケットとしてはねある程度折り込んできたかなというのがね今の現状でございます。ただね、今後の感染によってはですね再度リスクオフに動く可能性もあるということをね念頭に置きながら考えていく必要があろうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。それに加えまして、今日はね大事な経済 イベントが経済指標がございます日本時間28時からですねアメリカの FOMC 政策金利の発表がありますので、こちらはね大きく動く要因として、えーまあ、捉えておくという必要があろうかと思いますし、その30分後にはですね、パウエル FRB 議長の発言がありますので、それもね2段目の動きということで、こちらは注視していただく必要があろうかなと思いますので、今日デイトレをねやるのであれば、24時ぐらいまでには一旦ポジションを閉じていただいてですね、FOMC に備えるという状況で考えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 それではね前置き長くなりましたが、米ドル円60分足、左側のチャートからご覧ください。昨日からね結論を申し上げますと、109円を挟みまして、プラスマイナス、だい大体い25銭ずつということで、109円25銭を頭に下落して、109円でサポートが入っているという状況でございます。 えー、LINE の、ね、友達追加の方では、えー、ちょうど、ね、109円20銭から30銭ぐらいでショートという形でね、えーまあ、情報のメールを送っていたんですが、まあ、まさにねその通りの動きになったかなというところですね、まあ、根拠としましては昨日の動画同様ですね今まで109円25銭というのはこちらサポートが入っておりましたので一旦はレジスタンスになりやすいラインだというところがありますしそもそもね月曜日のスタート えー、金曜日の、ね、終わり値が109円25銭から窓を開けてスタートしましたので、まあ、一体、ね、えー、この109円25銭ぐらいで、えー、同じくレジスタンスが入りやすいという、ねえー、形になろうかと思いますので、まあ、そういった予想を出させていただきましたが、まあ、今のところは、ねえー、そのような形で、えーまあ、10ピプスから20ピプス、ねえー、下げているという状況でございます。 これから FOMC に向けまして、まあ、109円を、ね、挟みながら、今までのレンジ相場、上は109円25銭、下は108円75銭のあたりを、まあ、うろうろするんじゃないかなという状況でございますが、FOMC、今回はね予想通り政策金利の方は末置きという形ですが、その後のパウエル議長の発言によって、ですね28時30分からかなり、ね、大きな動きがあろうという形になりますので、109円25銭を上抜けるのか、それとも108円75 線を下抜けるのかというところをね18 a 28時30分以降にね動きがあると思いますのでまあそれまではレンジ相場の中でポジションを取っていただくという形がよろしいかと思います15分足で、ね、ご覧いただきますと昨日の動画解説からは一旦はね109円25銭ぐらいまで上がって、えー 落ちているということですが、109円あたりもね、しっかりとサポートが入っておりますので、まあこれから FOMC まではね、まあ小動きかなというところが予想される状況でございます。まあもちろんね、109円も割り込むこともありますが、まあそうは言ってもね、108円80銭ぐらいまででね、えー、落ち着くと思いますし、上値にね、伸びると言っても109円25銭、えー、昨日と言いますか今日の朝方のね、高値を超えることはないだろうという形なので、まあ上がったらショート、えー、下がったらロングという形でね、レンジ相場。 を想定して24時ぐらいまでにはポジションを少なくしておくというところが大事だと思いますので参考にしてください。4時間指も見ておきましょう はいえー、4時間足は、えー、まさに、ねえー、落ちてきた移動平均線に、えー、レジスタンスを食らって今までの要線が陰、えー、線になったというところでございます、えー、本来であれば、ねえー、このような状況であればショートを組みたいところなんですが、えー、109円という、ね、心理的節目で一旦サポートが入った点と、えー、これから、ね、FOMC を、えーまあ、後ろに備えていると。 控えているんですね控えているという形を受けますと積極的にねショートを組むというところもなかなか難しいんじゃないかなと思います。まあ、本来であればね先ほどもお話しした通り移動平均線でレジスタンスを食らった場合もしくは移動平均線よりか下側でですね陽線から陰線に切り替わったというところではやっぱりねショートの目線でという形でございますが、まあ、109円の、えー、サポートが結構続いているというところと今後もね FMC があるというところからはそんなにショート ととも積極的には組めなないいかなと思いますべ、まあ、てはね FOMC 次第という形でございますが、えー、今日はは、ね、おとなしく、えー、先ほどお話ししたみたいに、24時までは108円75銭から109円25銭ですね、えー、この間のレンジ相場を想定しながらポジションを取るのがよろしいかと思います。はいえー、以上で米ドル円を終わります。続いて5ドル円の方を見ていきましょう。 はいえー、5ドル円の方も60分足からご覧ください。 こちらもね、実はズバリ、昨日の LINE の友達追加のメールがね、非常に合致したという形でございます。まあ、74円ぐらいをね、背中に向けて、ショートという形で送らせていただきましたが、まあ、ドンピシャにね、74円でレジスタンスを食らって、結局は行ってこいという形で、73円、今、60銭台という形で、ほぼほぼね、昨日の数字と変わらないというところでございます。 えこちら、ね、74円のレジスタンスに関しましては、えー、昨日の動画でもお話しした通りその前段階で、ね、明確に74円でサポートが入っておりましたので2回目の時割り込んだ後はですね今までのサポートがレジスタンスに切り替わるというテクニカル的なね特徴がございますので、まあ、これを受ければね74円で反落するというのはねある程度予想ができた方も多いんじゃないかなというところでございます、えー、本来であればねこの移動平均線でサポートが入れば再度ね74円をこの 超えるようなね動きもあろうかなと思いましたが、えー、あっけなくね60分足ベースの移動平均線を割り込んでしまいましたので、えー、またもやね、えー、こちらはレンジ相場という形で、えー、下はね73円50銭を少し割るぐらい上は74円の間をね、えー、うろうろする中で、えー、こちらもね最終的にはアメリカの FOMC を待つという形になろうかと思いますので、まあ、これからはね、えー、大きなポジション特に5ドルの方は米ドルよりも取りにくいかなという状況でございます。 まあ予想はね、本当 FOMC 次第で分かりませんが、しっかりとね、レンジを抜けたというところであれば、えー、大きなね、上髭下髭であればその逆方向に進むと思いますし、まあじりじりとね、上がるように、下がるようにという形であればその方向にね、トレンドが進んでいきますので、そのあたりは意識したポジション取りという形ですが、まあね、皆さんね、28時、明け方のね、朝4時というところであればもう寝ていると思いますので、まあ明日以降にね、本格的にポジションは取った方が良さそうかなという 状況でございます15分足ね右側見ていただきますと、もうこれはね50ピプス完全に動いて分かりやすい相場だったかなというところですね。 え昨日の動画の解説のタイミングは73円50銭ぐらいというところからですね、レジスタンスの74円までは移動平均線のサポートを受けながら上がっていたというところでございますが、明確に74円でレジスタンスを食らって、えー、こちらの、ね、移動平均線でサポートが入らなかったので、あとはね、えー、移動平均線の下側でね位置してえ下落してしまったというところでございます。えとはいってもね安値を更新することなく73円50銭の手前で反発しておりますが、えー、これから、ね、移動 平均性の攻防もありますし、74円を、ね、超えるような上昇や、前回の安値の73円30銭を下回るような下落もないかなという形になろうかと思いますので、まあ、そこにね近づいたら逆のポジションを取っておいて、74円、えー、すいません24時間、24時ぐらいですね、そのあたりでポジションを離脱するというところでよろしいかと思いますので、ベ、ま、イ、あ、ドル同様、ね、そういったレンジ取引を24時まではしていただければという形でございます。 えー、4時間足で、ねえー、見ていただきますと、こちらも、えー、移動平均線の下側でね、ね要線から陰線に切り替わってしまいましたので、まあ、それはね、えー、下落トレンドが継続するわなという状況でございます。 しかしながらね、こちらもアメリカ FOMC、まあ、さっきからね、何度もお話しておりますが、FOMC 次第という形なので、一気にね、移動平均線を上抜ける可能性もあればですね、直近の安値を下回るということもありますので、まあ、24時ぐらいまでにはね、しっかりとポジションの整理というのはね、しつこいようですが、そこまでに決着をつけるようにお願いしたいと思います。はい、以上で5ドル円を終わります。続いて、ポンド円見ていきましょう。 はい。えー、では、ポンド円の方もね、えー、こちらも60分足から解説をしていきましょう。 昨日のね、これもまたね、LINE の友達追加のね、メール配信になるんですが、ちょうど142円20銭から30銭あたりでショートという形でね、送らせていただきましたが、こちらもね、ドンピシャで、昨日はね、どうしちゃったんだというぐらいね、予想通りの動きという形でございます。こちらはね、参考にしましたのが、前回の高値がちょうどこの142円30銭ぐらいでしたので、その界隈でね、レジスタンスが来るだろうというところと、前回ね、こちら142円 42円30銭ぐらいでサポートが入っていましたので、今までのサポートは下から来るときにはレジスタンスというようなねテクニカル分析から、まあえー、その値をね、えー、ショートで、えー、推奨させていただいたという形でございます。えー、その後はね、えー、再度、えー、142円を割り込むという形でね相変わらず弱い動きでございますが、これもアメリカ FOMC 次第かなということでね、えー、しばらくは142円をうろうろしながら28時を待つ状況かなという形でございます。 15分足も、ね、同じような形で142円を最初は、ね、抜けられ,れなかったんですが昨日の夜中から、まあ、今日の未明です、ね、にかけて142円を超えますと先ほどお話ししましたレジスタンスラインの142円20銭から30銭ぐらいまで上昇したというところでございますその後は、ね、日経平均も伸びや悩みましてヨーロッパ時間になりましてから移動平均線を15分足ベースで割り込んでしまいましたので、まあ、少しばかり、ね、調整ということで最終的には142円に 収束していいいるというとうころでございます今からねポンドに関してはポジションを取りますと少しねどちらに触れるか FOMC ではわからないという形になりますのでポンドの方はねおとなしく今日は触らずにですね、えー 置いいいた方がよろしいかなと思いますちょうど移動平均線付近でね15分足と60分足が移動平均線付近ですので、まあ、どちらに、ね、傾いてもおかしくはないという状況なので、まあ、長反爆地になるぐらいだったらポジションを取らない方がいいとあくまでも優位性のあるところでポジションを取るというところからいきますとね触らない方がよろしいからという状況でございます。4時間足も見ていきましょう。 はいえー、4時間足ベースで見ると、少しね、下落トレンドが続いているのは5ドル円と同様でございます。移動平均線は右下下がり。 そして反発した4時間足ベースの平均足もね2本前から陰線に、陽線から陰線に切り替わっておりますので、まあ、こう見ればね結局は下方向に行くんじゃないかなというのがね通常モードではございますが、こちらは、ね、FOMC ありますので、やはりどう転ぶかわからないという形なので、そろそろショートで利益を取っている人もですね一旦は利益確定という形がよろしいかと思います。 あまりね無理せず24時までにポジションを縮小もしくは畳んでおくというのはね5ドル円、米ドル円同様ですね、ポンドも同じことが言えますので、いくらアメリカの経済指標と言いましても、ですね世界の経済はアメリカ次第という形でございますので、しっかりと FOMC 前ではポジションを整理しておくことをお勧めしたいと思います。はい以上でポンド円を終わりまして、最後にユーロドル見ていきましょう。 はいユーロドルねこちらも60分足からご覧いただきますとなんとあの4つのね機能予想をね友達追加の方に入れさせていただいたんですがこちらもねほぼドンピシャということで1.1020から1.1030ですねこのあたりでショートを取りましょうという形で配信をさせていただきましたこれもねまあ単純ですね前回の高値がちょうど1.1020から30ぐらいですねこのあたりでレジスタンスを食らって いたというところと、えー、反対にねその前段階では1.1020から 30ですね、このあたりでサポートが入っていたという形になりましたので、それを下回ってしまった以上、ですねやはりレジスタンスとして機能するラインがだいたいこの1.1025付近という形でございます。その後ね、ねある程度上昇した後は、ですね今日の東京マーケットからヨーロッパマーケットにかけては、終始下落というところで、また心理的節目の1.1000ですね、1.10ジャストまで今、下がってきているという状況でございます。 こちらもね、ユーロドルに関しては、えー、最もね、FOMC の影響を受けやすい通貨でございますので、まあえー、通貨ペアでございますので、そのあたりはやはり1.10というね、えー、節目から、えー、どういうような動きになるかというところに注視していただくという形ですので、まあ、ポンド円同様ですね、えー、1.10付近で、えー、こちらは、ね、うろうろすると思いますので、今の段階ではポジションは広げずに、ですね、えー、そろそろ縮小に向かった方がよろしいかなという状況でございます。 15分足はね、見ていただきますと、1.10から1.1025ですね、こちらの25ピプスのレンジ相場というのがね、明確にわかるというところでございます。一旦ね、下回ることもあったんですが、こちらはね、FOMC 前には積極的には攻めないという形になりますので、若干はね、これから戻していく可能性もあります。1.10をね、FOMC 前に掘り続けるというのはね、難しいと思いますので、若干戻しつつもですね、その中で f m c MC を迎えて、えー、レンジ相場であります1.1025を超えるような動きになるのか、それとも1.10を割り込んでしまうのか、まあ、こういったところをねしっかりと見極めて明日以降にねポジションを取っていただくという形がよろしいかと思います。4時間足も見ておきましょう。はい、えー、こちらも I も変わらず、えー、下落トレンドという形になっております。移動平均線は右下下がり。 そして移動平均線の下側でですね、陽線から陰線に切り替わっているというね、下落トレンドは未だに続いているということでね、これも本来であればショートで攻めたいところですが、やはり FOMC が邪魔,を邪魔をするという形なので、まあこういったところではね、おとなしく様子を見てですね、明日以降方向感が出たところにですね、ベッドするという形がベターと思います。今のところでね、ポジションを取りますと本当にね、長半クチになってしまいますので、やはりポンドでもお話ししたと ですね優位性のある、えー、ポイントでトレードするというのがね、えー、デイトレーダーの、えー、まあ、勝率を上げるための必須条件となりますので今のところでは、えー、バクチは打たない方がよろしいかと思いますので、ねえー、ポジションを持たれる方は、えー、24時までに、ね、決済ということを忘れずにお願いしたいと思います。はい、えー、ということでね、えー、昨日の予想はね比較的やりやすかったかなという状況でございます。まあ、こういった時もねあるかなとは思いますがこれからね FOMC というね、えー 先の読めないような経済指標がありますので、まあ、そういったところではやはりポジションを外しておくということを、ね、忘れずにデートレードを臨、ね、んでいただければと思いますので参考にしていただければと思います。 はい、えー。以上で、先進国通貨4ペア、4通貨を以上といたします。この後はね、新興国通貨の3兄弟もね、解説していきますので、よろしければそちらの動画もご覧ください。今日も一日お仕事とトレードお疲れ様でした。そして FOMC ありますのでね、24時までにはポジションを閉じるよう推奨いたしますので、よろしくお願いいたします。バイバイ。